ということで、よろしくお願いします。右下に梅村高津バイさんと書いてありますが、はい、ということで進めていきますね。まあ、僕の使い方ですね、授業で使わない日は本当ないです。もう毎時間使ってます。と、まあ、日本史 A だけでなくて僕が担当している授業では全て使っているんですが、まずは年度初めに評価の方法を提示します。定期テスト、年間ほぼ5回あるんですが、100点満点のテストは策定しますが、7割の評価ですよと。まあ、こちらで知識の方ですね、知識技能はこちらで見ればいいのかなと。そして、スクールタクトを使って、授業ごとに課題を配信します。これが3割と。あとはそのスクールタクトで配信した課題を評価する、ルーブリックを、これも年度初めの最初の授業の時にガイダンスで示します。こちらになります。で、スクールタクトで問いたいところはこの思考判断のところですね。課題に対して、しっかりと理解できて、理由や事例を3つ以上で論理的にまとめて述べられていれば、まあ、最高点がつきますよという形で4、3、2、1というこれを示しておきます。で、生徒はいつでもこれを見れるように Google Classroom の方に配信しておきます。そして授業ですが、教科書の内容をインプットするのはもう20分ぐらいです。もうこのように回答が埋まったものを配信、そしてホワイトボードに投影しながら、まあ、僕が説明を加えるというところですが、生徒には埋まってないプリントを配布して、まあ、そこに書き込んでいくと。まあ、どうしても紙が欲しいというふうに生徒は言いますね。はい。はい。という形で配信をしておいて、それに対する説明をしていくという感じです。で、残り時間を使って、スクールタクトでもって課題を考えてもらうと。自分の考えたことを、これを表現してもらうという形です。で、僕の方はその生徒が書き込んでいる、作っている回答状況を把握して、その後ショーモードにしてお互いに見れる形にして、生徒は友達の意見がいいねと思えばいいねをタップしてもらう、あるいはチャットで意見交換をするというところで、グループ学習がまあ難しい現在ですが、チャット機能を使えばグループ学習の方も意見交換もまあできますよということで進めています。今年度日本史 A の授業で投げたサンプルの方になりますが、まあ、近現代なので、こんな格好で、投げています。で、まあ、ここから評価のことになるんですが、あるクラスと生徒の変化ということで、生徒の方は、まあ、昨年度までとにかく板書を写してノート提出すれば提出物点が、まあ、ドカッともらえる授業なんかもあったように聞いていますが、まあ、このスクールタクトになっても、まあ、今まで通りやれば点がもらえるのかなという生徒もいたかもしれません。ただ先ほどのルーブリックがありますので、まあ、しっかりと自分の考えを理由立てて、で、論理的に書けていない場合は高評価は出ないようになっています。先ほどもありました明治14年の政変事件の時に一番悪いのは誰だと思いますかっていうのを、投げたんですが、このウックンですね、の回答がですね、右下の子と全く同じということで、これはウックンが右下の子の、回答をコピペしたという、ところです。ちょっとまあ残念な感じなんですが、こうなると、こういう、まあ、課題提出ってなると、ペーパーで取れなかったところが、評価点ではカバーしきれません。ウー君はかなり苦労している生徒の一人ではあります。で、提出したのになんで評価がされないんですか。そこでもう一回ルーブリックを確認しましょうということで、これは定期テストを返却する際に、評価点の30点の方も何点かというのをすべて示したものを
まあ、全員の点が載ってるので配布はしませんが、閲覧だけして、まあ、生徒の方には示しています。で、まあ、一番最初はなんで提出したのに自分はこんなに点が低いんですかっていう、まあ、問い合わせもありましたが、ルーブリックに沿って自分が書いているものをすべて見てみたら高い点がもらえると思うっていうふうに逆に質問すると、あ、確かにっていう形になります。期日を変更することにしました。スクールタップは提出期限をつけるつけないもできますし、生徒に提出ボタンを、タップしなさい、しなくてもとにかく、テキストで書いてればいいよ、どちらもできるんですが、2学期中間までは、まあ、なかなか期限を設けても、うん、難しいだろうと、まあ、ウー君なんかもそういう形だったので、もう提出期限を定期テストまでの日と、なので、もう定期テストの日に何とか友達のものを写してでも出すと。で、評価が出ないので。ですが、まあ、出し期限を設けても、うん、難しいだろうと、まあ、ウー君なんかもそういう形だったので、もう提出期限を定期テストまでの日と、なので、もう定期テストの日に何とか友達のものを写してでも出すと。で、評価が出ないので。ですが、まあ、出したことに対する、出せるようにはなったねというところをまず評価しまして、もちろん高い点はつきませんが、できたら、じゃあ次は、期限を設けるから、これまでにでしっかりと理由付けて書いてみようかっていう形で、もちろん一人にだけ言ったのではなくて、クラス全体にテスト返却の時にこういう話をしています。そうした結果、ルーブリックに沿って期限までに提出する生徒が増えてきました。このクラスの評価点の平均が30点でこのようになってきまして、ウー君自身は1学期中間からするとこんな風になってきました。ということで、まあ、ごくごく一部の例なので、全てがこのように、うまくいくというふうには思っていませんが、できなかったことができるようになったねという評価をしていきましょうという、話はもういろんな研修で僕の方も聞いているので、まあ、そのあたりのところで生徒たちにテスト返却時にそういう話をしていると。これからは期限を設けるから期限までに考えて出せるようにしようねという形で進めていっているところです。もう生徒は自然にスクールタクト、インプットの時間終わったので出してくれます。誰が最初にログインするのかっていうなんか争ったりもしているようです。それから評価点の精度はもう浸透しました。で徐々に、自分で思考する、まあ、友達の意見ももちろん見るんですが、自分の考えを、まあ、書こうという意識です、ね。それから、貪欲な生徒はやっぱり満点をこう連ねたいので論理的に書こうという高い意識を持った生徒も中にはまあおります。ですが、なかなか満点っていうのはもう言いません。僕の評価点のところでは。やっぱりペーパーでも6割平均点なので、こちらの評価点の方でも大体6割ぐらいが平均点という形になってきています。機能がたくさんあるのもいいんですけども、すぐ使いたくて、今使いたくて、みんなが見れて、意見交換もできてっていうところで、使いやすいです。社会についてですが、正解が決まっている問いじゃなくて、まあ、いろいろこう考えて自分なりの意見をロジックに基づいて、できたかどうかっていうのをまあ評価していきたいなっていうふうに考えているので、まあ、積極的に使わせていただいているというところで、だんだん浸透してきているんじゃないかなと思っています。今日お参加の皆様からですね、スクールタクトの全体キャンバスに、はい、先生のお話の感想がもう実は寄せられておりまして、はいはいはい、例えばですね、こんなこと書いていただいてます。非常に分かりやすい授業デザイン&評価デザインだと感じました。自分も来年度の授業の評価は、まずこれでいこうと感じたと。
はい、おっしゃっていただいてます、はい、はい。あとですね、ご質問が来てまして、課題の具体的な内容を聞きしたいですというのが一つ目と、あと二つ目が、現状のペーパー7割をさらに5割3割と減らして課題提出にウェイトを置くといった考えはありませんかといったご質問をいただいております。このあたり先生いかがでしょうか。いい風ですよね。うんうんうん、歴史ですとね、うん、自分がもしその立場だったらとか逆だったらとか、うんうんうん、第一次世界大戦以降、まあ、外交だったら自分は協調外交で行きたいか、うんうんうん、強硬外交に行きたいかみたいな問いを投げたりとか、プロパガンダのとこですね。第二次世界大戦の国民精神総動員っていうところで、いろんなスローガン、ポスターとともにありましたけど、今それを見てみて、ポスターにツッコミ入れてみようとか、そんな課題も投げたりしましたが、まあ、だからこれ知ってますか？答え、これ、はい、正解です。よく勉強してますね。というのではない問いを投げるように心がけてはいます。ね、やっぱりその学びに向かう力とか人間性っていうところについてはなかなか測るのが僕自身も難しいし、それ数値化するできるっていうところもあったりするんですけど、まあ、やっぱり対話しますよね、生徒とはですね。グループでプレゼンスライド作りましょうとかっていう課題を出してもですね、自分は一人でやりたい、自分はできるけどこの自分の成果を他の人にも同じようにこう評価がされるのはなんか嫌だなみたいな生徒もやっぱりいたりするので、その辺も難しいんですけど、でもそれはやっぱりグループで一つのものを仕上げてねっていうこっちが言ってる限りは、学びに向かう姿勢としては、いや嫌です、一人でやるんですっていうのは、やっぱりあなた自身も後々困ったり、それ全部自分自身で何でも全部一人でやるのっていうようなところもあったりするので、やっぱり完全には納得してもらえなくっても対話をこう常にして、まあ、生徒の疑問とか、これは効率、やり方としては効率が悪いんじゃないですかみたいな、まあ、課題投げた瞬間にこう返ってきたりすることもあるんですが、まあ、ちょっと楽しんでやってみようやっていうような格好でこうほぐしてやるっていうんですかね、そこらあたりをまあ心がけてはいますが、やっぱり学びに向かう姿勢っていうのはなかなか評価するっていう風になると、まだまだ僕自身も絶対こうするべきだ、これがいいっていうような答えはありません。